ホセアルフレド・ドミンゲスは、ドミニカ共和国、サンペドロ・デ・マコリス州サンペドロ・デ・マコリス出身の、プロ野球選手。宇藤右打ち。現在は、フリーエージェント。2007年7月2日にロサンゼルス・ドジャースと契約。2008年は、参加のルーキー級、ドミニカン・サマーリーグ・ドジャースで、プロデビュー。15試合に登板して2勝4敗。 防御率5.1455奪三振の成績を残した。2009年もルーキー級、ドミニカンサマーリーグでプレー15試合に登板して4勝5敗1セーブ、防御率3.6457奪三振の成績を残した。シーズン終了後の9月14日に薬物違反で2010年シーズン50試合の出場停止処分を受けた。2010年もルーキー級、 ドミニカンサマーリーグでプレー前年の薬物違反で5試合の投板にとどまり、1勝1敗、1セーブ、防御率1.1221奪三振だった。2011年はまずルーキー級アリゾナリーグドジャースでプレーし、10試合に先発投板して4勝1敗、防御率3.5043奪三振の成績を残した。7月からパイオニアリーグのルーキー級、 オグデン・ラプターズでプレーし、3試合に先発登板して、0勝3敗、防御率18.009奪三振の成績を残した。2012年はまず、A 級、グレートレイクスルーンズでプレーし、33試合に登板して4勝3敗4セーブ、防御率5.2578奪三振の成績を残した。8月に、AA 級チャタヌーがルックアウツへ昇格。 5試合に登板して0勝1敗1セーブ、防御率1.299奪三振の成績を残した。オフの11月5日に2度目となる、薬物違反で25試合の出場停止処分を受けた。2013年は、A 級チャタヌーガで開幕を迎え、14試合に登板して1勝0敗5セーブ、防御率2.6028奪三振の成績を残した。6月に、 トリプル A 級アルバカーキアイソトープスへ昇格。8試合に登板して1勝0敗、防御率0.0012奪三振の成績を残した。6月29日にメジャー昇格を果たし、翌30日のフィラデルフィアフィリーズ戦でメジャーデビュー。4点リードの8回を持ってから2番手として登板し、1回を投げムアンダム失点1奪三振に抑えた。 この年は9試合に当番指令賞0敗、防御率2.16だった。7月23日に左足4頭筋の張りのため、15日間の故障者リスト入りし、球団は手術をする必要はないと発表した。2014年11月20日に、グレッグ・ハリスと共に、ジョエル・ペラルタ、アダム・リベラ・トーレとのトレードで、タンパベレー・レイズへ移籍した。 2015年8月16日にディーフとなり21日に40人枠を外れる形で参加の AA、A、級ダーラムブルズへ配属されたオフの11月6日に FA となった2015年12月19日にサンディエゴパドレスとマイナー契約を結んだ2016年の開幕は参加の AA、A、級エルパソチワワズで迎え7月1日に メジャー契約を結んで25人枠入りした。10月25日に40人枠から外れ、トリプル A 級、エルパソに降格した。2016年11月4日に2017年シーズンのサンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結んだ。2018年3月25日に放出された。2018年5月5日にメキシカンリーグのティフアナ、ブルズと契約を結んだ。 7月3日に放出された。2019年4月16日にメキシカンリーグのラグナユニオンコットンファーマーズと契約を結んだ。4月19日のワアハカウォーリアーズ戦で審判により、左腕から松屋にを検出され、その試合からは退場処分となり10試合の出場停止処分と未公開ではあるが、一定量の罰金を払うことになった。2020年2月5日にメキシカンリーグの ドゥランゴジェネラルズと契約を結んだが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響でリーグが開催されなかった。2021年2月25日にリリースされた。ありがとうございます。